オッティモプレゴどういう意味ですか。最高よし、昨日まかない飯。まあですね、イタリア、特に南イタリアですね、はオレンジを料理によく使うんですね。だからオレンジとアンチョビとか、オレンジとエビのクリームリゾットとかすごい美味しかった。はい、オレンジ切ります。みかんですか。あー、みかんですそう。これ普通にスーパーとかでいっぱい入って売ってる。そう、本当はオレンジだったりするんですけど、僕はオレンジよりもみかんの方が美味しいなと思うので、もちろん日本のオレンジでもいいですけどね。やっぱり、ね、日本はね、柑橘の国なんですよね。例えば柑橘とか、ここも千葉ですけど、何もしなくてもですね、もうわんさかなってるんですよ、庭とかに、まあ、柚子とか、普通に謎の柑橘とか、これ取らないともったいないよっていう家とかもいっぱいあるんですけど、なので、柑橘はですね、まあ、よく魚の毒消しとかも言われてるんですね。魚と一緒に食べるといいよっていう。で、やっぱり海に囲まれている国なので、そういう意味で柑橘がすごく発展していったのかなっていう考えです。まあ、これも定かじゃないですけれども。いきますよね。これは何ですか、さっき絞ってたの。いや、あの上を結構、こういうふうに上を大きめに落とした方が、こう、皮を剥きやすいんですけれども、大きく落とすとその分果汁がついてもったいないので、ギュッて絞りました。で、もともとはこれオレンジの剥き方なんですけど、果肉だけ取り出す。まあ、今思いっきり皮入ってますけどね。こうやって後で取りますからね。最初に1個だけ両サイドからやるんですけど、2個目以降は片っぽだけやって、こうやってクッてやるとほら綺麗に。多分オレンジの方がしっかりしてるからやりやすい。やりやすいです。みかんの方がやっぱり薄皮が弱いので、非常にちょっとやりづらいというか、皮も落ちてしまうことが結構、まあそこまで気にならないですけどね。最後はで、残った薄皮は食べると。料理を始めた最初の1個ね、最初の1個は。で、2個。ほんで、2個目以降は。指気をつけてくださいね。で、これが。まあ、ニンニクとオイル、まあ、大体オイルと水が1対1から1対2ぐらい、水の場合かな、 2.3 点、すいません。よくね、グーパラパラってやってますけど、やんなくてもこうやってオロラみたいな、オロラみたいな感じで、はい、OK です。あのグーパラパラってやつって、 あれは効率が良くてやったんですか、パフォーマンスでやってるんですか。いや、まあ、なんと言ったら怒られるかもしれないですけど、パフォーマンスじゃないかな冷たい状態からフライパンに入れて加熱した方がいいです。で、もう一個のコツが、パスタのこれが大事なんだってすごいイタリア人に教えてもらったんですけど、パスタ茹でるときに出るこの白い泡、これはパスタから出た、まあ、小麦粉的なあれなんですけれども、これを入れると乳化しやすくなる、とろりとしやすくなるってことですね。で、まあ、ちょっとほんのり色づいてきたなっていうところで一回外してあげると、余熱で火が入っていきます。で、まあ、生だったら結構んですけれども、これ熱々のところ入れちゃうんですよ。今茹で汁をちょっと入れることによって温度を下げたんですね。そうするとこれ以上色づかない。で、まだ全然生っぽいっちゃ生っぽいんですけれども、要するにニンニクに火が入ればいいので、水分を入れて、水分で煮てニンニクの辛みをなくすというような作り方です。ここでみかんをね、まあ、何個ぐらいかな、適宜、まあ1人前なのでね、1人前なんですか。100g だけ。いや、なんか他にも食べるから100g しか用意してない。こんぐらいかな。
はい、でですね、よく今火入ってないですよ。でもこのみかんは最初の第一陣みかんを潰しちゃいます。でアンチョビはですね、結構なんだろうな、硬いアンチョビと柔らかいアンチョビがあって、まあ、結構ちゃんと熟成発酵させて発酵させて作るアンチョビの場合はですね、こうやって水分の中で潰していくと溶けていくんですね。まあ、味噌みたいな状態です。アンチョビが苦手だっていう方は豆味噌とか使ってください。豆味噌とアンチョビの味が非常によく似ているので、アンチョビと同じぐらい、 1.5 尾分だから3から5グラムぐらいですかね、ぐらいの豆味噌入れるとちょうどいいかなと思います。で基本的には焦らず弱火で大丈夫です。これ水重いんじゃないのっていうぐらいで大丈夫です。パスタの硬さとかはお好みなんですかね。でオイルパスタはですね、俗に細麺の方が合うと言われたりもするんですけれども、僕は結構太麺もっちりをオイルパスタに合わせるのがすごい好きで、今日使ってるのはですね、パッケージ後で写真入れてほしいんですけども、これの本来はこのぐらい長いやつです。へー、一同ミニっていうところ、僕は結構今まで食べていたの乾麺の方が一番美味しいと思うんですけども、昔は下げて乾燥させるんですね。あで、ここでですね、美味しいパスタを見極めるコツをいくつかお伝えします。その1、まあ好みですけれども、ブロンズダイス、よくね、テフロンダイスとブロンズダイスっていうのがあって、大豆っていうのはパスタを押し出してパスタを作る、パスタ生地を押し出してパスタを作る、型のことをですね、ダイスって言ったりするんですけれども、でブロンズダイスっていうのはザラザラっとします。で表面が白い感じ、なんとなくわかりますか、表面がザラザラしてる。あ、ほんとだ。でこれザラザラしてるとソースが馴染む。おお。まあこれも本当好みですけど、僕はブロンズの方が好きです。で、あとは要するにダイスですね、ダイスによってその食感が違うということです。よりもちっとした感じになります、ブロンズの方が。であとは、乾燥時間、まあ、乾燥時間書いてないやつっていうのは、またすごい高速で高温でシュッてやって乾燥させるやつです。なので、長時間、低温長時間乾燥だと、小麦の風味が、残っていて美味しいと言われています。で3つ目、産地、まあ、これも、まあ、あくまでも目安なんですけれども、グラニアーノっていう町があります。お米でいう魚沼的なところです。でグラニアーノっていうのはもうパスタのメッカって言われてるので、もう本当に美味しいパスタが多いんですね。なので裏を見てグラニアーノとか書いてあったら、まあ、美味しいだろうと。よくパスタの目安として、ごめんなさい、出ていきますよ。この揚げた時にペトンってくっついたら茹で上がりって言われてます。要するに中の芯があるうちっていうのはこうなっちゃうんですけど、芯がなくなると要するにグニュってなってくれるので、こうくっつくんですね。なので今ちょっと芯が残って、ちょろっと芯が残ってる状態です。それでコツは水をめっちゃ入れとく。あー、ここで煮るってことか。これでソースの中に、やっぱりこれどんどん茹でれば茹でるほどパスタの旨味とかがこのお湯の中に逃げてちゃう。のでなるべくパスタ残したままこっちに入れて、旨味はこっちに出す。あー、なるほど。同時に乳化させていく、そのパスタの小麦的なもので。あ、分かれたよ。で必ず塩は入れた方がいいです。茹で汁によく塩を入れる、塩を入れるって言うんですけど、はい、なぜかっていうと、まあこれね、例えば今話し始めましたけれども、固めなんで余裕なんですね。だから料理が、苦手な人ほど早めに揚げた方がいいです。ただこの方法は具材が入ってないパスタ限定ですね。なぜならば具材が入ってると具材がどんどんドロドロになっていっちゃうから、なので後から具を乗せるとか、今日みたいにシンプルな具材のパスタとか、仕上げ直前にみかんを加えるとか、そういう時にこの方法は有効です。これで見ていただくと分かるんですけど、水かなり多いです。多いですね。びしゃびしゃです。これであとはソースの量を
どのぐらいにしたいかによって水とオイルの量を決める、うん、変な話、今水がすごい多いのでここにね、油をもっとベタベタ入れれば乳化してきます。乳化は攪拌と水と油の割合と温度を下げることで乳化ができます。前もカチョペペの時にちょっと言った。確かにそうですね、火から外してめちゃめちゃ混ぜてました。そうそう、最後にまあ、濃度が上がると泡が大きくなりますよね。その粘土が出るからポンってこう空気を抱え込むからですね。泡の大きさとかでも分かりますね。でなんかもうトロトロしてるとパスタがキラキラしてきたの分かりますか。してますね。美味しいパスタは輝いていると言われてます。麺に絡んでるからですね。でこれでもうちょっと落ちる。もうドロドロですよね。音もなんとなくさっきと変わったのわかりますか。空気を抱えて弾けてる音ですよね。で最後にみかんを加えるので気持ち水気が少なめに仕上げますね。要するにちょっとオイルが多くて分離するんじゃないのっていうぐらいですね。これで今温度を下げてます。煽ってるのは温度を下げるためですね。もちろん攪拌もあるけど、ソースを。そうするとキラ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 。わー、湯気すごい。これが乳化していないと絡まないのでお皿に残っちゃうんですね。なるほど。輝いている。そしてお皿に残らない。そうすると美味しいですね。うわ、さっきまであんなに水が多かったのがもちろん、うん、どんどん蒸発させているの で今温度下がっているので、乳化したものっていうのは温度下がれば下がるほどどんどん硬くなっていきますから。ほら、へえ、すごい。でもほとんどなくなりましたよね、うん、これがいいパスタですね。うわ、オイル系のいいパスタ代表じゃないですか。ありがとうございます。でこれちょっとみかん入れましょうかね。色味もいいですね。そうなんですよ、緑とオレンジと映えですね、うん、かな。でその固めに仕上げているので焦らなくていいっていうのが本当にメリットで、うん、まだちょっと固めなんですね。でちょっとちょっとオイリーかなーと思ったら、ちょっと水を加えればいいんですね。でもパスタは固めなので大丈夫です。もちろんビタで決めるのが一番いいんですけれども、で水入れたらサラッとなって今またちょっとソースっぽくなりました。まあこうやって話してるうちにどんどん蒸発するからっていうのもあります、水分が。で冷めちゃったよなと思ったらまたちょっと加熱すればいいんですね。なので早く揚げた方が本当にいいと思います。でも2個使ったな、みかん。はい、すげー、美味しそう。やべ、欠けてる。これ金継ぎしないと。いやすいません、ごめんなさい。こういうのはお店では絶対出さないようにしております。まかないでも出さないの本当は。あ、そうなんですか、はい、優しい。よくないですよ。危ないから。いや、格が下がる気がします。おお、ごめんなさい、煽っちゃった。いや、大事だなと思うんですよね、やっぱり。うん、人がいるからもう、いいですか。みんなで。もうみんな仲良しでしょ。ちょっと味見していいですか。いやー、ごめんなさい、なんかさ、もう立ちで、申し訳ない。おっティモ、
プレコ。どういう意味ですか？最高。激愛。うんふん。いきます。やばい。そうでしょ、そうでしょ。最初の人大体疑うのよ。あー、おいしい。これすごい。おいしい。いただきます。合いますね。全然想像つかなかった。めっちゃうまいっすね。めっちゃうまいっすね。で、あっさりっすよね。あっさりよ。オイル系なのに結構つるつる食べられちゃう。損しますね、これ。この味知らないと。人生、人生レベル。メニューにあって選ばないかもしれないです。でもみかんだからより好きかもしれないです。オレンジよりもなんか。いや、僕もみかんの方が好きです。優しい。オレンジは結構ね、舌に刺さるような感があるので。ちょっと酸っぱい。いや、美味しい、これ、やばい。そう、そう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 。足上げ取るの忘れてたね。今取った。やばっ。本当に美味しい。